どうも皆さんこんばんは。狼のチャンネルへようこそ。本日はダウンオブマウンテン、古代のゲームをやっていきたいと思います。前回ね、このように川を干したり、これ動物の川ですね。あとはここにお肉を干したりして食料を作ったりして、これ結構リアル、結構油乗ってて干し肉を今作ってますね。それで今回は内政を少し拡大しつつ、このお肉も収穫し、人口拡大していきたいかなと思っています。目標としてはね、早めにこのマンモスを取りたいかなと思うけど、知識でちょっと武器の強さ、骨ツールとか骨の弓とか 骨の弓槍とかを作らないと、多分感染したの。あ、そう、厳しいねそれは。感染した。トレーダーっていうのが時々来て物を売り買いできる。まあ資源がないので今はなし。マンモス仕留めれば多分相当な資源の量になると思うんだけど、家が今3軒あるから、けどこれを早く作ってほしいな。これがないことには多分スティックが足りてない。え、なんかやられてない？大丈夫？今マンモスが何かと戦ってたような気がした。あれ、何？ちょ、これ今戦いに行ってない？違う、そういうことじゃなくて。大丈夫？そう、まさかそんなことないよね。スティックとかはここで基本的に拾う感じ。最初はそして今このやっと収納テント、物資を入れるテントを初めて作ってるところだ。衣類、ああ、服が足りてないっていうことか。すごいね、こうやって一からテントできて。おお、ここに資源を入れていくわけですね。カメラがロックされてる。こうやってその人その人で視点が結構見れたりして、面白い。これはリアル感っていうのがあるかな。食料足りてはいる、干すところが足りてないね。これかな。何？びっくりしたんだけど、狼どこに来てるの？あ、すごいいるね。大丈夫これ？死ぬんじゃないのこれ？大丈夫か？おお。あ、ちょっと待って、それ。まずい。それまずいよ。え、これ。これ死ぬんじゃない絶対。耐えられないでしょこれ。いやーまずい、それまずいわ。あーまずいわ、それまずい。まずい、人口が一気に減ったんだけど、ひどすぎる。ひどくないこれ。でも
知識が溜まったので、多大な犠牲を割れして。何がいるかな、やっぱり、武器かな。武器がないとちょっと厳しいと思う。旧石器時代。全然世界一の文明にはまだなってないね。骨12個。いやでもこのスリングがあれば結構いけると思うんだよね。スリングを優先してほしいかな。あとは釣り道具、まあ人口が足りてないから冬はおとなしくするしかないかな。いやーまさか狼の攻撃で大群で死ぬと思わなかった。結構こうやって水場って動物も集まってくるから水が近い分こうやってデメリットはあるかもしれない。フリントがなくなった。フリントって小石みたいな感じでいろいろ使うやつで、これも定期的に集めておかないと。最初から一人二人死んだね。お、新しい人間が二人加わった。それでここの統計っていうので福祉衣食住とか、あと維新、どれだけ文明が発展してるか、これが多ければ多いほど人口が流浪の民が流れてくるので、まあ、すぐにゼロになるわけではない。冬を生き残り、テントが足りてないんだよね多分ね。もう一個増やそうかな。川もちょうど4枚あるし。やたらマンモスサイカー煽ってきてるな。残念ながらまだ倒せないけど。何が必要かなと。家かな、とりあえず。家と食料の棚も必要だね。こうかな。変わった。え、ちょっと待って、何そのやたら攻撃されるんだけど。間に合わなくないこれ。間に合うこれ。死ぬんじゃない。耐えろ。うわー、ハイエナだ。お、危ない。ギリギリでしょ今。びっくりした。いや、水場はね、ちょっと危険が多いね。激しい。先に犬を味方にしてもいいのかな。レザーとかも作れるけど。武器優先じゃない?トレーダーは、とりあえず取引するものがないから。これで武器が、フリント、ピックとかが取れるから、これで斧も取れて、これで多分木が切れるようになるのかな。うん。これで、またストレージが足りてないから、木と、
え？大丈夫？あ、危ない。いいよ、いい月だった今。それで、危ないな。店員が。サイいけるかな、そろそろ。赤いね。なんか色が赤、オレンジとか結構危ないらしくて。全員で行けばいけるんじゃない？全員で行けばいけるんじゃない？初めての本日の大物。行こうかみんな。どう？行ける？遠いね。去ってったね、だいぶ。お、さて倒せるのか。人類 VS サイ。石投げてる、石。いいね。飛びすぎでしょ。おはい、あ、危なかった今。これでだいぶでも食料が一気に改善された気がする。お肉12個、皮8枚、骨3。素晴らしい。これ早く解体しないと野生のオオカミとかも食べに来るから、まさに、まあ、弱肉強食だよね。さっさと作らないと。で、木の場所もちょっと増やそうかな。結局木も拾ってるだけじゃ一番厳しい気がする。まずこのお肉解体してからだね。サイはいけた。もう少し人口増えてからかな。この犬も一緒に家畜すると戦ってくれるから、犬優先した方がいいかな。迷うところではある。え、ちょっと待って、何、どこ、え、どこ、ライオンだって。なるほど、狙われてる。ひどくないそれ。すごい数なんだけど、正直。倒せる？あ、間違った間違った。そうじゃない、それじゃない。違うの攻撃してた。いやー、危なすぎるでしょ。これで川か、どっちだろうね。犬と川、犬かな。これでちょっと戦闘力がアップするはず。木が欲しい。この辺かな。ブナ、バーチ、4つぐらい木切れば。今木を切る材料を作ってるから、やる気に満ち溢れてる。違った、水飲みに行ってるだけだった。すごい、もう怪我してるんだけど。すごいなんかフラフラしてるよこの人。キッキルスではなかった、まだ。
切る。子供は切らないね、多分。4人増加。お、切ってる切ってる。めっちゃいい腰入ってるね。よし、はい意味もなくアップにしてみました。何がいるかな。川がちょっと干す場所も足りてないね。お肉はまあ足りてて、あとなんだろう、家かな。その前にこれ切ろうか。ここ切ってテントもう一つ増やそう。いやー、秋でしょ。お肉が不安だな。もう一匹パイソンいっとく。牛か。牛は問題なくいける。パイソン、これで少し食料が改善されるかな。これ何？犬？味方だ。これ何？ライオン？ライオンやった方が良くない？これやたら恨み激しいんだけど。お肉もう少しあってもいいかな。ちょうど水辺に来てるしね。え、何？まずくないそれ。大丈夫？危ない危ないわ。いや、お肉もっと欲しいな、正直。もっとこっちに来たら行こうか、みんな。もう大丈夫でしょ、パイソンは。よし、危ない動物は早めに飼って、はい、まあちょっとだけ食料倉庫増えて、人口も増えて、パイソンも楽に倒せるようにはなってきて、一番はこれかな、今日。この可愛いペット。すごい可愛い、これ。はい。それでは次回はこの子と共に、世界一の文明を目指していきたいと思います。本日はご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。励みになります。おかみでした。アディオスアミゴス。またね。